どうも、下駄花尾です。本日のテーマは、個人の顔を見れる仮想場と見れない仮想場というテーマでお話をしていきたいと思います。はい、このタイトルを見た時に皆さんの中でどうですかね？見れるの？っていう方と、見れないの？っていう方ね、多分この二手に分かれると思うんですよ。で、見れないっていうふうにですね、思っている方は、いや、葬儀屋さんがもう仮想場ではお顔見れませんからって言ってましたけど、ってね、思うと思うし、見れる方はね、普通に見えてますけど、みたいな感じになると思うんですよね。はい。ということで、これね、実際両方あります。はい。で、これに対してのですね、質問が来たわけですよ。下駄さんと。ね、なんかその、顔を見れるところと見れないところ、両方体験したという方ね。はい。で、以前ね、見れたのに、今回見れなかったとか、逆に、以前は見れなかったけど、今回は見れたとかね。あれ、何なんですかと。はい。そういった質問です。なんでしょうね。どちらかというとですよ。まあ、見たいっていう方、やっぱ多いんですよね。はい。最後の最後にね、っていうのはあるんですけれども、実際にですね、例えばその仮想場ではもうお顔はご覧になれませんので、その葬儀会館のね、まあ葬儀場だったり、まあご自宅だったりありますけれども、まあそこで最後に例えば副葬品を、お花だったりね、そういったものを一緒に納めようって、蓋ね、開けて、棺の蓋開けて、で、こう、じゃあありがとうね、って言って、で、閉めて、で、出棺したらそこからもう顔見れませんよ、と。はい。言った、そういった運用ところ結構ありますね。はい。で、この違い何なんですかっていう、お話なんですけれども、これね、まあ、もう答えだけで言うとですよ、答えになってないんですけれども、でも答えとしては本当こうなんですよ。仮想場の運用の違いです。はい。もうそんだけですよね。で、じゃあ何なのと、その仮想場の運用でなんでそんな違うのと、いや、だって、ね、例えばですよ、自分はこう見たかったと。でも、見れなかったと。でも、こっちでは見れた。こっちでは見れない。不公平じゃないですかと。ね。それ僕も思います。はい。僕もそう思っております。実は常々思ってるんですよね。まあ、で、じゃあなんでそんなこと起こってんのって話なんですけれども、じゃあ、例えばその見れないところね、じゃあ見れないのなんでということなんですけれども、これね、例えば仮想場の設備とかあるわけですよ。はい。これだからケース1なんですけどね。仮想場の設備。例えばですよ。そのホールがあって、で、そこにこう扉がいっぱいあって、で、遺族さんがバーって来られてってなった時に、まあ、例えばそのホール自体がちょっとちっちゃめでね、とかね。はい。で、その遺族さんがこう、ある意味こうダブルブッキングじゃないですけど、同じ時間帯にね、こう何々家さんと何々家さんと来られてとか、で、そこでこう、棺ね、こう、この窓ね、ここ開けて、で、こう、お別れとかしてたら、その、結構近い距離でなんか全然違う他人さんの家族がお別れしてるんですよ。で、自分もするみたいな、なんかわーってこうなるでしょ。とかいうのを、まあ、防ぐとか、そういうのもありますし。で、例えばですね、その仮想場自体がものすごく、結構その忙しいところね。はい。とかになってくると、やっぱりそのお別れって、やっぱちょっと時間が欲しいじゃないですか。ね。なんか欲しいじゃないですか、最後のお別れなんでね。っていう風になった時に、その時間取るの結構難しいとか。で、もしくは、これ結構ね、お顔見れる仮想場で多いのが、要は、それ専用のね、なんかお部屋とかあったりするんですよ。そういう仮想場って結構ね、お別れ室的なところがあったりしてですね。で、そういったところだったら全然いけるんですけども、それがないところももちろんありますよね。はい。とかで、やっぱりそこの、じゃあもうここの仮想場ではもうお顔見れないようにね、運用しておこうとか、ここではそういう設備とかもあるし、いけるから見れるようにしておこうと。はい。まあ、それが理由です。はい。これでどうですかね？なんとなく分かっていただけますかね？はい。まあでも、最初言いましたけどね、僕もね、これはちょっと不公平だと思います。はい。ここの仮想場だったらできたのに、ここの仮想場はできないとかね、なんかこれはやっぱり、あれだと思うので、まあこれも、最終、なんかうまくね、なるべくこう、統一できたらいいのになと思ってます。はい。本当にね、なんか隣の市は行けたけど、隣の市は行けなかったみたいなね、結構そういうのあるんですよ。それね、なんかこう、なんかちょっと変じゃないですかね、と僕は思います。はい。別に、皆さん平等にできたらいいのになと思います。ただ、それにやっぱりその、設備とかね、施設の、状態、問題とかもありますから、これからね、じゃあ、例えばその、仮想場職員さんが、じゃあこうして、はい、できるようになりましたって、こう、なかなか難しいです。はい。
なので別にね、例えば今年中、来年中、5年後、10年後のレベルの話ではこれ皆さんありません。はい。まあ50年後ぐらいですかね。はい。と僕は思っておりますよ。いや、もちろんね、早ければ早いほどいいなと思うんですけども、まあでも、その施設ね、設備の問題があるので、そんなすぐにはね、なかなかこれは難しいと思いますが、まあ僕はね、個人的にはそういうふうになったらいいのになっていうふうに思っております。まあ要は、別に顔見たくなければね、別にある意味ですよ。いや、もういいよいいよっていう方は見なければいいし、見たい方は見れるっていう、その選択枠がある状態の方がいいなって僕すごく思いますね。はい。ということで、本日はですね、火葬場によって見れる見れないあるよということで、なんでなのということで少しお話をさせていただきました。ではまた。火葬場のことでわからないこと、あれ何だったんだろうなということがありましたら、下駄花をホームページからぜひご利用ください。